い、どうも翔平 TV の良平です。本日、翔平 TV イベントに来てくれている田正くんが僕と一緒でグローブが結構好きということで、で結構珍しいグローブを持ってるんですよね、はい、グローブ好き同士で語れるようなことがあったら、そうですね、まあ、ちょっと紹介してもらいたいなということで、はい、今回来ていただきました。はい、よろしくお願いします。どちらも、やべえって本当に。明日また試合です。うわきつ、タフすぎて、タフすぎてとんでもないなっていう、うん、本当に来ていただいてありがとうございます。以前のイベントの時に、はい、何のグローブでしたっけ、あれラグです。はい、ラグデリオンの、はい、グローブを、紹介して、くれたので、その動画は概要欄に載せておきますので、この田中さんの動画も、見てくれると嬉しいです。お願いします。はい、でまずなんかこれが一番、逆に一番おすすめの場所から行っちゃいましょうか。それがこちらになります。おー、なかなか見ない。こちらアップゼットの外野仕様のグローブになります。外野仕様、はい、内野じゃないんですか。内野の方が多いんですよ。はい、まれ、あ、に外野をやったりとかもするんで。なるほど。草野球とかやってると、はい、やっぱ助っ人とか来て内野しかできないみたいな、はい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 、こともいるんで、その時に外野行ったりとかもするんで、その時に使用するグラブになります。はい、特徴はどんな特徴ですか。特徴なんですけど、じゃあちょっとモンタナスポーツさんから、はい、あ、GS グローブのサンプルのグローブをお借りしたんですけど、はい、まあ、これ比較してなんか違いって分かりますか。大きさが全然違うような気がするのはまず1点と、そうですね、まあ、あとは背面紐同士、そうですね、が、まあ、ないので比較的外野主要にしては小さめなのかなと。そうですね、まあ、個人的にはちょっと大きめだと思うんですけど。あ、そうなんですか。はい、でまあ、ここ GS グローブは弓股があるんですけど、はい、アップセットの方弓股がないんですよ、ね、あんまり広く使わないような。そうですね。それでどう変わるかといいますと、やっぱりポケットの位置が全然違いますよね。そうですね、開かない分という言い方が正しいのかどうか分かんないですけど、そうですね、アップセットの方が深く狭いような、そうです、ポケットになってますね。そうですね。で使い方なんですけど、はい、GS に関しては、まあ、こういう縦の使い方ができるんですけど、はいはい、アップセットのに関してはちょっと縦の動きしづらく、はい、こういうひねり寄り、あー、もう外野にしては本当に珍しいですね。そうです。で、まあ、ここら辺で掴んで取るみたいな感じのグラブになっております。はいはいはい、なるほど、はい、一点集中離さないみたいな。そうですね、外野出たら離さない。離さないですね。なるほど、はい、それで取っとけば、まあ、安心かなと。そうですね、いったようなグラブになります。はい、で、まあ、外野仕様のウェブの話をしたいと思うんですけど、はい、外野仕様ってここのウェブがこうなってるのと、はい、網網のやつがそうですね、あると思うんですけど、まあ、こちらのウェブの方が頑丈で、打球を入ったとしても揺らさないような、はい、そうですね、形状になっております。晩年のイチロー選手も変えてましたもんね。そうですね、プロ野球選手もなんか最近そっちの方、そうですね、センターがついてる方が多いかなっていうのは。はい、打球だとやっぱ打球も強いんで、そっちの方が離さないような感じになってます。続いてが、はい、こちらになります。お、これはドナイヤの内野主要グラブです。おお。で、まあ、こちら使い方としましては、はい、まあ、こんな感じ。特徴といったらやっぱこのウェブの感じですよね。ドナイヤ特有の。そうですね、 H ウェブってやっぱここがベースでやられることが多いんですけど、はいはい、やっぱこれに変えることによってやっぱ強い打球にも負けないような、まあそうですよね、感じになっております。山田哲人選手同じウェブで。そうですね、まあ、サイズ的にはサイズ4って言って、はいはい、山田哲人選手の小型になっております。ぜひ使ってみたいメーカーの一つなんで羨ましい限りです。パワーがいいんですけど、はい、馴染みも早いグラブになってるんで、ぜひ軟式野球で内野をやる方にはおすすめのグラブになっています。はい、ドナイヤのオーダー、オーダーです。軟式オーダー、はい、おいくらでしたか。4万手前ぐらい。ああ、まあ良心的といえばいいのかどうか。う、まあ普通ぐらいのオーダーの値段かなと。刺繍部込みでそのぐらいですか。そうですね。あ、じゃあ比較的良心的な。かっこいいな、渋いな、紫。いいですね。本当おすすめのグラブなんで、ぜひ買ってみてください。はい。そしてちょっと最後のグローブ紹介してもらいたいんですけれども、はい、そのグローブはこちらになります。じゃじゃーんと。いや、もう言わずと知れたあのメーカーじゃないですか。こちら龍のオーダーグラブになります。うわー、出た、手に入らないと言われる。今はもうオーダーできないんで。そうですよね、はい、こちら特徴としましては、今の龍って、はい、キップレザーを使われてるんですけど、はい、まあ、僕がオーダーした時はステアハイドを使ってまして、はい、まあ、しっとりしてるのが一番の特徴かなと個人的には思います。はいはいはい、ウェブがどちらかというと懐かしいようなウェブしてるなっていう。そうですね、
僕もこれ見た時にあちょっと懐かしいなと思って、うん、今使うと新鮮だなとは思いますね。ショートの時ワンピースを使ったことによって何が起きるかというと、はい、玉際が引っ掛けやすい、うん、はいはいはい、特に逆シングルとか、はい、ちょっと追いつけないな、あ追いついたってなってもここでこう曲げることによって、はい、玉際を逃さないっていうところが個人的に一番このウェーブにしたのが良かったかなっていう。ちなみにベルト部分、ベルト部分の柄が色変わってるんですよ。そうですね、僕の時はここのウェーブにするか、はい、サイドラベルにするかできたんですけど、まあ、ここのウェブでしかできないような作りですね、こちらに関しては。なんかミズノのアイビーラインに若干似てるような、ね、はいはい、まあ、マスカスポーツさんだったり、はい、愛知でやってた長井スポーツさん、はい、田口スポーツさん、はいはいはい、でしか手に入らないグラブなので、そこでオーダーもできないってなったら、はい、もう今では注文できないような感じなので。そうですよね、はい、いやもうグラブ好きからしたらたまらんグローブっすね。今買えないからこそ、はい、結構一軍である意味使って見せびらかしたいとかってあります。まあそうです、オーダーできないってなったそうですよね、やっぱそこグラブ好き出るなって思いました、ね、はい、大エース一番として使ってるグラブなので。そうですね、わかります、その気持ち。珍しいからこそ使いたい。なるほど、はい、はい、本日はわざわざ遠方から来ていただいた田田正くんに持ってるグローブ語っていただきました、はい、僕も熱くなって熱くなって、田田正くんが持ってるグローブがいいなと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。それではありがとうございました。プレゼン企画のお知らせです。チャンネル登録8000人達成で現代モデル軟式内野仕様をプレゼント、熱いコメントをしてください。8000人達成次第抽選開始、たくさんのご応募お待ちしております。そして翔平 TV イベントも開催しておりますので、こちらもチェックしてみてください。翔平 TV にやってほしい企画があればぜひともコメントよろしくお願いします。それではありがとうございました。本日の動画は以上になります。チャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。それではありがとうございます。翔平 TV T シャツ販売、走れ大井チャンネル、大井くんの T シャツも販売しております。モンタナスポーツのリンクから飛べますので、ぜひともチェックしてみてください。皆様チャンネル登録はお済みでしょうか。チャンネル登録1万人まであとちょっと頑張っていきますので、皆さん応援の方よろしくお願いします。それではありがとうございました。切るのさ、磨き抜いた切れ玉で